一番の大きな目玉は値段ですね。349ドル。こんにちは、すみやです。ついにシースター S30 の全貌が明らかになりましたね。はい。その仕様をね、ちょっと見ていきたいんですが、やはりね、サイズは高さが21センチで、幅が8センチ。厚みがね、14センチと。 ま、どっちを厚みというかともかくとして、予想したサイズの通りでしたね。重さです。1.65キロって書いてありました。本体にはね、ソーラーフィルターと、それからミニ三脚と、それからケースも付いているようですね。ケースに入れて1セット持っていけると。一番の大きな目玉は値段ですね。349ドル。シースターが 約500ドルぐらいでしたから3割ぐらい安いってことですね。はい。シースター S50 より3割安い。ドル換算の値段ですので実際のね、日本での購入価格はどれぐらいになるかはっきりしていませんが、先ほどね、ZWO の方に直接注文してみたら5万5千円ぐらいでしたね。5万円台で買えるスマート望遠鏡と。 いいいうこととになななるんじゃないかなと思いますもちろんね日本国内で日本のディーラーを通して買うとどれぐらいになるのかまだねはっきりしない面もありますが6万円ぐらいで買えるスマート望遠鏡とこれでねなかなか今までスマート望遠鏡手を出しづらいなと思っていた方も購入意欲が湧くんじゃないでしょうかねセンサーのサイズとそれから解像度は同じなんですが。 センサーの種類が変わってましたね。IMX462 から IMX662 に変わってます。まあ、どっちが性能がいいのかわかりませんが、焦点距離がね、150ミ、mm、リになりました。ドワンフー3と同じですね。150ミ、mm、リですから。シースター S50 はね、30メートル以上遠くにないとね、ピントが合わなかったんですが、今度のシースター S30 は6メートルで、 ピントが合うように作られているようですね。かなり近いところにいる野鳥なんかを撮るのに適しているということなんでしょうかね。スマート望遠鏡の選択肢がより広がったという点で歓迎すべきではないかと思います。やはり一番のね売りは値段でしょう。6万円前後で買える、あるいはひょっとしたら5万円台で買えるということになるとね、爆発的に、 普及するんではないかなというふうに思います。まあ、S30 の登場によってね、S50 が値段が下がるのかどうか、そこもちょっと気になるところですね。シースター S30 の発売記念で S50 がね、割引セールがあるのかどうかっていうところも気になるところですね。あ、それから昨日ね、通勤者アトラス水星ライブをやりました。で、一番活躍してくれたのが、 シスター S50 でした。まだ白明が続いていた5時半ぐらいでもちゃんとね、導入できました。やはりね、月明かりがないっていうのと、高度が高いので、周りの星がかなり見えやすかったんでしょうかね。近日点を通過した直後はね、かなり高度が低くて、しかも月明かりがあったので、あるいはち明かりの影響もあってね、なかなかね、導入に苦労していたんですが、昨日の夜の 通鎮車アトラス彗星の導入はめちゃくちゃ簡単でした。っていうかね。まだ白明が続いている中でもシスター S50 でね、簡単に導入できました。驚きましたね。まあ、それだけスマート望遠鏡のアドバンテージがすごいということなんです。ドワーフ3にもね、リストの中に通鎮車アトラス彗星がもう入ってました。次回ね、晴れたら、このドワーフ3でも通鎮車アトラス彗星を自動導入して、 ライブ配信したいと思ってます。それから昨日はですねこのドブソニアン望遠鏡の主鏡合計3 5ンチのドブソニアン望遠鏡で通シャンアトラス彗星が導入できましたウラヌス C を使ってね通鎮射アトラス彗星を撮るとですね彗星の、ね、中心角がものすごく明るく映りましたねダイジェストもねちょっと紹介しますのでご覧ください どうぞ水星角がどん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 ね移動していくのでライトセーバーのように棒になってね中心角が映るとで周りの星は天井に映るとでドブソニアン望遠鏡はねシャープキャップ4.1の水星追尾モードでやったので周りの星が流れるんですけれども水星角は移動しないで天井で固定して撮影できるという方法でやったので水星の角が 流れることなく丸い形をね保った形で撮影ができました本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたさようならえい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 と